サードを守ったのは野球をやったことのないピンポンしかしたことのないちょっと興奮状態、皆さんこんにちは。どうもありがとうございました。ゆで卵を守ってたのはお笑い。皆さんに話したら疲れたんですが、お前は力むから、ちょっと興奮状態って言われたんですよ。何がおかしい。今日は自分自身もこういう形でやらせてもらうっていうことで、本当に初めての経験なので、まあ自分の限りにしたいとは思いますけど、どうもありがとうございました。行くからな。井上さんを守ってたのはのお笑いさんって言われたんですよ。何がおかしい。ピンポン